こんばんは、かっけんです。あらたです。なかです。今回は今週来たエピックと国 FP を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今週は、ドイツのグレートキャプテンズということで、かっこいいね。ドイツのグレートキャプテン、グレートキャプテンね、はい、みんなキャプテンシー持ってるんじゃない？あ、そうか。ベッケン、マテウス、そうか、みんな持ってるね。ルメニゲ、はいはい。じゃあいい共通点があったね。じゃあまず、数値の低い順から見ていきます。数値の低い順から見ていきます。時計がぐるぐるしてる。ビッグタイムね。ビッグタイムが一番低いんだもんね。はい、まあ、ですのレベルが、まあ、レベルやばいよね。42って。まあ、一応センターバックとかも後ろの方もできる感じで、ね。今の時期特にスカッと入れといて便利だよね。まあ、ベンチに一体もめちゃくちゃいいんじゃないですか、うん、このできるポジの空き方、フレンキー・デヨングと全く一緒。そうっすね。あ、そうだわ。オムフが薄くて薄いのも、うん、全部濃い感じ。じゃあフレンキーとどっち使いますかと言われたら、多分僕はフレンキー・デヨング使います。まあ確かにね、まあ B、まあ、こっち B だからね。でもそうね、そこがまず一番の、やっぱね、レジェンド使いピック強いですか弱いですかってよく聞く人いるんだけど、はい、B だから。いや、そうなんですよ。大前提もめっちゃ優秀なんだよね。まずそこが仮に能力ちょっと低くだって、うん、能力値が下がらないからね。そう、絶対不調にならないっていう、もうとんでもないアドバンテージがあるから、はい、ベンチには入るかなっていう感覚、うん、個人的にはなんか、一見ね、レベル高くて、まあ、なんかディフェンスもめっちゃ上げたら結構レベルってか能力高くなりそうだから強そうかなっていう風には見えるけど、うん、そこは微妙って感じですか。どうだろうね、このタイプってさ、どんな感じかな。まず今173ぐらいでちょっと守備能力あるっていう君比、俺ね、あんま取れないんじゃないかなって思うんだよね。守備能力上がっても73だときつい。73の壁があるんじゃないかなというか、まあ、カンテって取れないんですか。カンテは俺は数字よりは全然取れないな。あ、そうなんだ。カンテなんかこの辺全部、まあ、90ぐらい、ディフェンスで全部90超えるから。うん、けどじゃあカンテとかと、まあ、カゼミロとかロドリ、どっちの方が取り感いいって、やっぱカゼミロの方が足が伸びる、はい、マッチアップが強いから、うん、あれを強く使える選手ってやっぱでかい選手だと思うんだよね。あ、まあそうね、特に後ろ目のポジションとかだと、うん、まあ、ダブルブランチとかなのかな、442とかだったら。一応まあダブルブロッチの1枚だったら全然な感じだよね。いい気もする。433の割とよくいるあの DMF、CMF、OMF の形だと、はいはい、マジでイメージができない。 DMF やらせるにはもうちょい大きい方がいいし、そうサイズ、そう、ね、DMF はサイズで欲しいですよね。で CMF やらせるにはもうちょい軽さと1枚剥がせるドリブルとか、うん、はい、ワンパスルパス両方持っているとかっていうのが欲しいから。なるほど、ね、やっぱダブルボランチの1枚プラス、まあ、センターバックめちゃめちゃみんな調子悪くなった時に端のセンターバックとか、うん、真ん中は無理っす、ね、真ん中ではないね。ちょっと怖いね、これ真ん中にいると。まあ、でもいて損ではない存在です、うん、スカットには割とサクッと入る。そうっす、スタメンじゃないと、はいはい、ベンチにドンって入れといてスタメンの誰かが使えない時に行きます、まあ、それどこでも行きますみたいな感じで、いいベンチ要員まあコメントにもありましたもんね。いいベンチ最高のベンチ要員じゃあ続いて、まあ、ルメニゲがこんな感じ。まあ普通じゃないですか多分。めっちゃ驚くって数値はないっすよね。ないね。育成、まあ、28レベ、まあ、スキルとかも特に変わりなしだもんね。うん、そうっすね。まあちょっとレジェンダリーよりは強くなるのかな、さすがに。濃いっていうなんかコメントね、コメントあったもんね、はい。まあ、あとチームスタイルもプラス全部90だから、ね、全90でそこに振らなくても、まあ、うん、全部能力にぶっぱできるって考えたら8888みたいな、うん、とりあえずドリブル8、決定力8、スピード8、瞬発8みたいなのに振ってって、まあ、瞬発だけ持ち上げるとか、まあ、絶対弱くはないですね、うん、もうどう見てもこのガチの中で一番当たり、うん、持ってない人は絶対取った方がいいと思うっていう感じっすよね。逆に持ってる人はもう、持ってる人はいらないでしょ持ってる人でもいるのかな、このルンメニゲ。どうなんすかね。まあチームスタイルはそれこそ変えたのか。あ、まあ確かに、まあ、そうね、ない限りはそこまで。ルンメニゲの時ショートでしかやってなかったけど今ロング使いたいんだよとかだったら、うん、乗り換えた方がいいんだけど、うん、かもっとルンメニゲに個性出したい人。あ、スピード初期から86だからも、確かにたくさんやっぱ、ね、振れるしね。スピード10振ったら96だからね。そう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 、なんかそういう、多分前そういう育て方してる人そんないないと思うんで。なんかポイントはなかったもんね、レジェンドルンメニゲ。あ、そうそうそう、だからポイントがあるからちょっと個性的なルンメニゲにしちゃってもいいのかなっていう、このルンメニゲだったら、うん、なんか今いるルンメニゲと違う姿にするね、うん、そうそうそう、そっちの、せっかく取るならそうした方がいいですよね。 そっちの形かな。なんかもともと使ってたルンメニゲっぽく普通に育成すると多分あれ
よくわからないな、このルンベニゲ、うん、どっち使ってんだろうみたいになっちゃうから変わんないと思う、まあ、だったらもう決定力とスピードだけ上げるみたいな、うん、全然ありそれでいい気もする。でもちゃんとなんか持ってない人はちゃんと普通に育成した方がいい、うん、はい、まあ、まあ、それはね、それ全然ルンベニゲ一人目の人は絶対ふざけちゃう。いや、マジマジマジ、ルンベニゲ初めて取ったぞの人はあのお任せ育成とか、はい、それこそバランスいい育成でいいと思う。フォワードっぽい、ちゃんと。いや、マジそうなの。エピック最後は、メッケンです。まずね、レベルが渋いという、まあ、まあ、初期値が確かに一番高いのか、この中で。まあそうだね、これってもうレジェンドと一緒なのよ、この扱いされちゃうと。レジェンドってさ、レベルいっぱい上げられるみたいな。いや、まあそうね、はい、レジェンド選手のレベルをたくさんいじれるみたいなのが結構良かったね、うん、あとやっぱウイレ時代の感覚でさ、俺ベッケンってサイドバック空いてるのかなって俺もそう思ってた。サイドバック超え適正かなと思ってたけど薄いんだね。いや、そうなんですよ、自分レジェンダリー持ってるんで。あれも薄いってことでしょ。だから薄いんですよ。あー、ってな、だからあんまみんな使ってないのか。なんかこれね、サイドバック濃いだけでスカッと入れ得なんだよね、はい、うん、サイドバックでも使える、ね、なんかそう、端にセンターバック3枚並べられるから、うん、サイドバック登録で、ね、上がってっても多分問題ない能力してるから。そうですね、能力的には。そうだから右サイドバックが空いてないことがあまりにも痛い。いや、俺空いてると思ってた。だってこれ場所的にはマテウスと一緒感できるポジション、これじゃあ。あー、まあ確かに。あ、そうだわ、実質マテウスなんだよ。そうだわ、マテウスよりはまあワンアンカーとかできるのかなって気はするけど、うん、ワンボランチ的に、まあ、DMF とかもね。あ、そう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 、できる感じではあるけど、まあ、でもアグレッシブネス俺気になっちゃうんですかね。ねえ、どれぐらい足とか足伸ばせなくなるのかな、アグレッシブネス低いと。ね、なんかそんな、多分ある人ってすごい足伸ばしてくれるじゃないですか。そう、アグレッシブネスある人一応この感じのタイプだ。ネスタこんな感じじゃん、アグレッシブネスだけ低いやつ。あぽいね。俺ネスタって足伸ばし感良くないと思ってるね、あんまり。うん、そうですね、俺もそのイメージは。そうって考えるとベッケンそれより伸ばさないんじゃないかな。まあ、それが10振ってボール出しても90に乗せるとか。アグレッシブネス74でしょ、でもそれでも。あるんだけど、言うてフィジカルもペラペラだし、うん、スピードがすごい速いわけでもないから。いや、そうですね。なんかこう、よくちょっと難しい感じになっちゃった。そう、難しい感じになっちゃった。もうちょいね、初期能力低くてよかった。あ、そうですね。自分でもうちょっとね。レベルでのアレンジが効かないから、あんまり。確かに。どうすんの、これ。ちょっと育成の仕方が分かんねえよ。そう、育成の仕方が分かんない。うん、でも俺だって、俺フィジカル上げたいもん、やっぱ後ろで使うならもうちょい。うん、ですね、センバだったらってなると。でももちろん守備ももうちょい上げたいし、うん、ってなるともうポイント足りないこと想像できるんだよね。はい、うん、そうっすね。あれ、ちょっと期待外れですか、もしかしてどう思いますこれ。俺、ちょっと、俺はそんな取る気なかったんですけど。いや、俺も普通にスルーする。多分仮にこのゲームやってて、これからもやる予定だったら、ルンベニゲ持ってなかったら引くガチャだと俺は思う。そうですよね。普通にキミッヒー、フレンキー・デヨングでいい、この2人。全然申し訳ないですけど、ライブアップで始まったら入んないですもん。うん、ベッケン、ベッケン・マテウスより、フレンキー・キミヒ、個人的には、これだったら。全然そっち派だわ。キミヒサイドバックまでできるからね、正直。あ、そうね。そう、ベッケンが足りないところを超えてきてできるから、正直、ルンベニゲ持ってない人は行かなくてもいいんじゃないかなっていう、うん、ビッグタイムなのに。ビッグタイムなのに、まあまあまあ。なんか多くない最近、ストイコビッチもちょっと増えてきて。なんかビッグタイム詐欺みたいな多くない。ルンベニゲビッグタイムにしてよ。なんでルンベニゲじゃない。まあ、ルンベニゲ特殊パフォーマンスないのか。あ、そういうことか、映像がないか。映像がない。ベッケンの動作見てよ、このベッケンのこの古いな。ベッケン、ユニフォーム古すぎでしょ。すごいよ、これ。はい、じゃあビッグはこんな感じで。ビッグそんなもんすね。続いてこちらの国 FP を見ていきます。うん、ベスト4以上の選手たちですかね。このムバッペさんはあのボレーシュートの瞬間でいいですか、これ。おー、じゃあもっと体倒してたよね、あれ別のシーンかな。まあ写真の角度によってもっと体倒す前に撮ったから。あーあー、はい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 。まあ強いと思いますよ。もうムバッペは俺弱いってことないと思う。まあ、どのムバッペ出てきたタイミングでも思うんだけど、まあ多分でもこのムバッペに気になるのは多分チャットっていうか配信でも来てましたけど、前抜きたワンパのムバッペとこっちのなんか言ったやつ、どっちの方がいいですかってやつだと思うんですよね。俺はこっちですね。俺も絶対こっちですね。やっぱ足速いやつ裏抜けてくれればなんとかなる。うん、そうなんです。説、逆になんであっちの方がいいんだろう。俺は両方こっちワンパ持っててね、ラインブレーカーあっち無印でしょ。なんか俺こっちじゃない理由が俺逆にないんだけど。そう、わざわざムバッペを無印センターフォワードで使う理由ってどこにあるの。多分相当プレイスタイルが2トップで、う
チャン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 のワンツーめっちゃするとかじゃない限りは、あ、まあそうですね、だそれにしたってこっちでできるから別に、ね、そうこれできちゃう、そうだから今まで の, あの無印ムーアップやってた人じゃん、はい、無印2列でワンパンムーアップと、うん、このムーアップ今回やってた時に迷う理由が、まあ能力がちょっとこっち低いって言ってたね、まあ、能力だとあっちだと左サイドハーフで2列目なんで、そうだ、ね、能力がちょっとドリブルの方が高いみたいなコメントだったんで、うん、俺でもラインブレーカーしか勝たんだよ俺まあ、うん、なんかそれこそサイドハーフで使うんだったら向こうでいいと思う、ああそう、はい、2列目からだから、うん、ですよね、でもそうじゃないんだったら、あの基本的にラインブレーカーの能力を落とされるのってこのスキルが最強だからなんだ、プレースタイルが多分、うん、だからラインブレーカーになっててレベルの上がりが渋かったりとか、はい、うん、もうちょいレベル上げたいなみたいな、結構ラインブレーカーの選手あるあるだと思うんだけど、もうなんか全然ラインブレーカーちょっと能力低いぐらいだったらラインブレーカーでいいのかなっていう、俺も多分これはコナミがこれ以上のムバッペをこれから先出せ、まあ、出しづらくなっちゃうから下げたんだと俺は思ってた、うん、です、はい、まあ、もし両方持ってる人は試して、まあ確かにね、どっちがいいのかを試してやってもらえば、どうしてもラインブレーカー嫌って言うんだったらもうしょうがない、全然それはね、それはね、苦手な人ももしかしたらいるかもしれないし、プレースタイルなんでね、それはね、うん、でまあこの次とかだとモドリッチですかね、うん、まあモドリッチはあのピルロです、これすごいね、これほんと CMF 登録だったら98総合値、うんうん、98、97いってる、マジピルロくらいです、マジでピルロぐらいの能力値してるから、うん、これはあのちゃんと強い、なんならムーアップに全然欲しい、こっちの方が、うん、このモドリッチぐらいの能力これから先出るか分かんない、出ないね下手したら、うん、これがマックスモドリッチまでありえそうな感じ、ムーアップはねいいよ、これから強いのいっぱい出てくるから、まあ、確かに点取ればもう FP は、うん、中盤の FP はちょっと難しいですから、ね、うん、難しい、単純にこれかなり、これはね、このワールドカップガチャで出てきた選手の中でもかなりの当たりだと思う、うん、実際使って強かった、軽かったしね、かなり、はい、多分普通のモドリッチさ、通常だとディフェンスコンで上げたらこっち上げれないもんね、オフェンスの、そう、上げれないね、90とかは無理だと思う、ボディコンも90でしょ、やばくない？ほんでね、俺らがよく波普通小さい大きい問題、はい、ちゃんとクリアしてるからね、さすがに、ありがとう、ありがとう、これはもう入れてますからね、なんか中盤どこで使ってもいけるわ、下手したらダブルボランチでもいけると思うし、あ、俺も全然いけると思います、いけるし、433で普通に CMF でもいいし、はい、うん、OMF でもいいみたいな、万能すぎないこれ、強い、あと普通に良かったディマリア、俺もディマリアは、あ、そうなんですね、あのね、かなり強かった、うん、あ、そうなんですね、自分使ってなかったんで、ちょっとね、ST とかも愛してくれたらもちろん嬉しかったかな、俺は、あ、せっかくワンシュあるから、そっか、3CF とかそういうね、う前3人ね、なんかね、メッシみたいなスキルですよ、ワンパスルーパス、ワンシューなんて、ワンシューね、3種の神器、前線のスキルの、ワンパスルーパス、ワンシュー持ってるのも神ですから、で、コンカとアウトスピンと、最強ですね、パーフェクトスキル、確かに。いや、これ確か俺も使用した感じね、うん、右サイドってあんまいい選手いないんだけど、このイフトって、うん、ああまあそうだね、これ結構ディマリア俺欲しいもん、いや俺はね、かなりトップクラスだと思う、うん、へえ、コナテ、あとコナテかな、あー、はい、そっか、これはね、あのめちゃめちゃ強いと思ってる、さすがにディフェンスのところちょっと足りないから不安ちゃ不安なんだけど、それハードプレスでカバーできんじゃない、そう、言うてハードプレスと194でカバーできると思うんだよね、俺マークインターセプトブロッカーやばと、ね、全持ってる、全持ち、え、これ前ペペ来たじゃないですか、ペペより強いです、あ、ペペより強いペペより強いと思います、これはでかいしね、でかいね、このサイズ感ってやっぱね偉大すぎるんだよ、ね、このゲーム、うん、え、足伸びすぎって取るよ多分このコナテボール確かに波小さいなんでね、俺当てたら入れるわスカット多分これ、これ波小さいなんだねコナテって、もうコナテファンダイク10列でいいでしょ、全然もういいよマジで939095みたいな、いや欲しいな、背の順で並べるわ、うん、ファンダイクから強いと思うコナテは、だから今回強いのいるのよちゃんと、そうか、ね、いいね、やっぱいい、今回のガチャいいのよ、うん、やっぱ引いてほしいのよ、ね、みんなに、だから結構そうね、あと個人的に結構ユリアルバレスは期待できそう今後、マジでいい能力とスキル、能力が足りないのスキル完璧なんだよね、アルバレス、ちょっとねバランスよく育ちすぎてたね、そう、育成が下手なのよコナミのちょっとねパスもうちょい削ってドリブルのとこに全部プラゴとかスピードとかプラゴずつぐらいあればですね、マジでよかったね、コナミさんちょっとね守備とことパスのとこに育成しすぎなのよこれまあでもこれでもまあやれなくは、ラインブレーカーでそうワンパワンシュースルーパス持ってるから強そうじゃないですか、俺もね全然やれると全然やれると思う、使って入れたらスカットに、うん、それこそ今後ラインブレーカーで出ないんじゃない、そうよ確かに、リンクでしょ、
ベース。そうですね。あとね、170なんで。そうね。ちっちゃけりゃ軽いのよ、そこそこ、はい。素晴らしいです、ね。ってなったら、当てたい、普通に、このガチャの中で。今回当てたやつ多いな。当てたやつ多いのよ。珍しく。5人かな、うん、1、2、3、4、5。いいね。まあ、5人と言われたら、まあ、ムバッペ、ディマリア、モドリッチ、コナテ、アルバレスかな、多分。まあそうですね。この5人は俺も普通にちゃんと欲しいんですか、うん、ちゃんと使えるレベルだと思う。あとね、みんな波小さいです。そっか、今のところ言ってる人、はい、みんな波小さいです、はい、じゃあそこで共通点だね。共通点です、うん、波小さい。あとスキルがマジでいい。うん、そう、それだわ。これはどうすか、無課金美課金もいっちゃっていい、行きましょう。これはムバッペいるガチャは引いた方がいいです。まあね、うん、まず前提として、ね、100万 GP たまんないんで、うん、マジで無理無理。課金美課金特に引こう、これは、はい、これは引いてほしい。というわけで、まあ、今回のFP とエピックレビューは以上となります。この動画を気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よいしょ。